タイランチョウカは、鳥類スズメメのトガである。タイランチョウと総称される、両米のほぼ全域に生息する、全長740センチメートル、灰色味じ一部の種は、お葉が非常に長い。多くの種は、旧世界のヒタキ科に生態が似ており、枝から飛び上がり、空中の昆虫を捕食する、ヒタキ型球児をする。他の種も、外して昆虫食である。系統時は、 テロイ・アル・ツリー・オブ・ライフ・ウェブ・プロジェクトより、タイラチョウカは、タイラチョウアモク最大のトガで、ョウコモ木の一家である。モ木内の系統関係については、諸説あり、タイラチョウカの姉妹群は、ハグロドリカまたは、ハグロドリカ・カザリドリカとされる。タイラチョウカの中で最初に分岐したのは、ズグロマイコドリ族、または、ハイトリアカである。ズグロマイコドリ族は、伝統的には、マイコドリカだった。 テロイアルは、ハエトリアカが最初に分岐したと考え、これを独立したハエトリカリンコサイクリデイに分離し、対乱蝶カと合わせた全体を、対乱蝶状化ティロノワディアとした。しかしズグロマイコドリ属が先に分岐したなら、ハエトリカは対乱蝶カに内包され、赤とするのが適切となる。この赤は以前は、ピプリモーフィニーと呼ばれていたが、いくつかの属が加わったため、 命名規約上の選手権の原則により、プラトーリンチニー、またはリンコサイクリニーとなった。ただし、平橋タイランチョウ族日系マイコドリが、この赤に属さないとする説もあり、その場合プラトーリンチニーの名は使えない。タイランチョウ科は、ハエドリアカを含めの赤に分かれ、それらはさらに属に分けられる。ただし、そのうちタイランチョウ赤の単系統制には疑問もある。伝統的に、 タイランチョウ科に含まれていた、モンキタイランチョウ族ラナイアセラキゴシハイトリ族、マイオービウスチビタイランチョウテレノトリクヤス、オオギタイランチョウ族アニコリンカスは、新設、拡大された、ハグロドリカに移された。シブリアンドアルクイストでは、タイランチョウ古木全体を、タイランチョウ科とし、5赤に分けていた。これらの赤はおよその地のトガに相当するが、タイランチョウ赤からは、 ハエトリアカピプリモーフィニーが分離されていた国際鳥類学会議によるただし複数族に分散した多系統の族は分割し二筋ハイトリ族マイキャフォーボスからネッファローメイス族とマイキャフォーボスクレイド2を個体ランチョウ族フィリミアスからターニスカス族を分離した族より上の分類はテロイアルなどによる103族420種ズグロマイコドリ族は 規定付近、足長大乱蝶は、マダラ大乱蝶赤大乱蝶赤と、姉妹群である。ハエトリ族ピプリモーフィーニ、編集。ハシナガ対乱蝶族トットラストリニ、編集。マルハシ対乱蝶族リンコサイクリニ編集。白ギク対乱蝶族エレイニーニ編集。コビトハエトリ族ユスカーサミニ編集。森対乱蝶族コンタウピーニ編集。 白大乱蝶族ゼルミニー。編集。マダラ大乱蝶族フラビコリーニー。編集。大乱蝶族ティリナイニー。編集。大日滝モド貴族マイハーシニー。編集。ありがとうございます。